大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律とは、大規模小売店舗の商業活動の調整を行う仕組みを定めた日本の法律である。略称大店法。2000年6月1日廃止。1973年10月1日に制定され、翌1974年3月1日に施行された消費者の利益の保護に配慮しつつ、 大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中、小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ることを目的とした法律。百貨店、量販店などといった大型店の出店に際して、この法律に基づき、大規模小売店舗審議会が審査を行う仕組みを定めている。この法律で調整できるのは、開店日、 店舗面積、閉店時刻、休業日数の4項目に限られるが、特に問題とされ紛争となったのは、店舗面積である。対象となる大型店には2つの区分が設けられた。この店舗面積規制を逃れるために、各地でロードサイド店舗を500平方メートル未満の店舗面積で進出する例が見られた。地方公共団体の中には、 大棚法の調整対象とならない500平方メートル未満の寝室を規制する上の規制を行うところも出てきて、これもまた問題となった。なお、この大規模小売り店舗法はそれまであった第二次の百貨店法を廃止して誕生したものである。旧百貨店法は床面積の合計が1500平方メートル以上の営業を行う店舗を規制対象としていた。ところが、 この規制を逃れるため、木澤橋ごとに別の会社で運営する形の大型店が各地に出現し、問題となった。そこで大規模小売店舗法を制定して、建物を対象とした規制を導入し、企業を対象にした百貨店法の規制を廃止したのである。この法律は、釧路商工会議所からの提案で法制化された。本来、この法律は、 地域小売商業者を保護するためのものではなく、消費者の利益と中小商売店の利益のバランスを目指したものであった。しかしながらこの法律に基づく出店調整においては、地元の商工会議所の意見を聞くことが定められ、それに沿って調整が進められた。この商工会議所の意見を定めるための調査審議機関が商業活動調整協議会である。商庁協は、 商業関係者、消費者、そして中立の立場に立つ学識経験者の三者によって構成され三者の一致によって審議を進める方法が取られた。商業関係者は地元商業者の代表であり、既存の中小麗最商業者で構成される商店街組織の代表や既存大型店の代表も含まれる。このため商庁協は既存の商店主や すでに進出済みの大型店に対し出店に反対するという一種の既得権を与えることになった。このように既存の商店街や大型店の既得権益の擁護にもつながる運用が可能であることから大棚ナは運用面で様々な問題が生じ店舗網の拡大を目指す流通業界からは改善を求める声が出されていた。この法律を改正し、 さらに廃止に追い込んだのは、日本国内の大手流通企業ではなく、日本市場の開放を求めるアメリカ、合衆国連邦政府の外圧であった。日米の貿易格差を縮小する目的で行われた日米構造協議において、1990年2月にアメリカ合衆国が、大規模小売店舗法は非完全障壁で、地方公共団体の上乗せ規制条例を含めて、 撤廃すべきだと要求し、この問題が焦点の一つとなった。当時、設立されたばかりの日米合弁会社である日本トイザラスが日本進出第1号店として新潟市への出店を計画していたが、大型店の出店に反対する地元商店街の移行を受け、事実上の大型店出店凍結により進出の見通しが全く立たないままであった。4月に入ると、 アメリカ合衆国は法律があろうとなかろうとアメリカ合衆国の企業が日本で店を開くことができるようになるのであれば構わないという見方もあると柔軟な態度を示した。この結果、4月に発表された日米構造協議の中間報告で日本国政府は現行大棚法の枠組みの中で法律上実施可能な最大限の措置である。 下記の運用適正化措置を実施するとして、出店調整処理期間の短縮や、出店調整手続き、期間の明確化、透明化、地方公共団体の独自規制の抑制が合意された。合意を受け、翌1991年に行われた大規模小売店舗法の改正で、これまで商工会議所に置かれて大型店の出店を扱っていた、 商業活動調整協議会が廃止されることとなった。これ以降、大棚法の,の運用は大幅に緩和され、各地で大規模なショッピングセンターの進出が進むこととなる。その後、1995年に入ると、今度はコダックが日本だけ市場占有率が低いのは、富士フィルムが排他的な市場観光を利用しているためであり、大棚法もその一つだと問題にした。 いわゆる日米フィルム紛争が始まった。この問題は二国間交渉では決着せず、1996年に世界貿易機関に持ち込まれ、紛争処理省委員会が設置された。WTO パネルは、1998年1月に日本国政府の主張をほぼ全面的に認めて、アメリカ合衆国連邦政府の訴えを退ける最終報告を行った。 このように日米フィルム紛争は日本側の勝利に終わったもののその過程において大棚法に WTO 違反の疑いがあることは否定できないことも明らかとなったそこで日本国政府は大棚法を廃止する方針を定め問題はそれに伴って危惧される商店街の衰退をどのようにして防ぐかという点に移ったこうして百九十八年の 第142回国会において、大型店を規制する考え方から転換し、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを目的とし、店舗面積等の量的な調整は行わない。大規模小売店舗立地法が成立し、この新法により、大棚法は廃止されることとなった。同時に、中心市街地の空洞化を食い止めるため、新たに、中心市街地活性化法が制定され、 都都市市計計画画の面からも規制を強化しようと都市計画法が一部改正されたこれら三つの立法は相互に関連しているので、第142回国会では、大規模小売店公立地法、中心市街地活性化法と改正都市計画法の三法がまとめて、町づくり三法と呼ばれた。これら三法のうち、中心市街地活性化法と改正都市計画法は、 速やかに施行された一方、大規模小売店公立地法は、大型転進室に対する中心市街地の体力が強化されるのを待つ必要があるとして、2年後の2000年6月1日に施行されており、この時点で大棚法も廃止された。施行当初から1979年5月の改正までは、第一種、第二種の区別はなく、 一定の面積以上の小売店は大規模小売店舗とされ、建物の表示板も同様の表示となっていた。1992年1月の改正までは1500平方メートル、1992年1月の改正までは3000平方メートル第一次の百貨店法は戦前に制定され、戦後 GHQ の指示によって廃止された。AB 日本商工会議所。 小長教の手引き1985年改訂版、大英、伊藤洋華堂、ジャスコなど。ライフストアが大棚法は憲法違反と主張して提訴したのは1990年3月で、アメリカが大棚法の廃止を要求した後である。この訴えは、1991年の大棚法改正を受けて取り下げられた1990年2月23日の、 朝日新聞1990年3月27日の朝日新聞ロバートモスバカー商務長官の発言朝日新聞1990年4月4日付による1998年1月31日の朝日新聞有刊1998年4月24日衆議院商工委員会における岩田光る政府委員の答弁ありがとうございます